回は現職議員との対決ですが、何か戦略はあるんですか？対立候補と違い、私はここに住み、住民の声を直に聞いています。私の幼少期のようにハーレムを活気ある安全な街にしたい。でもロクソンプラザの建設を許可したのは現職議員たち。それでも支持するか今一度考えてください。大賛成。話は変わりますが、あなたは科学の教師ですよね。なぜ議員になろうって？愛する故郷のために戦いたいと思ったからです。マーティン・ビーンが視聴者を襲撃した時、私の夫は人々を守り犠牲となりました。地域の人々や友人のために戦うことで彼の意志を讃えたいと思っています。ご出演ありがとうございます。選挙頑張って。引き続き私のブログでモラレス候補への質問を募集してるからよろしく。1時間おきに1分ゆっくり深呼吸するのを忘れずにね。瞑想すれば頭もすっきり。それじゃあバイ。お腹ペコペコ。財布忘れてきた。ああ。マイルズとして何が起きてるか調べてみよう。ガンケ、スパイダーマンじゃなくマイルズとして覆面をせずに覆面操作ってやつか。いいじゃん。テントにいるみたい。グロリア、元気？なんでみんな外にいるの？パイプが破裂して掃除したけど、配管修理が終わるまで再開しちゃダメだって。もう3度も修理したのに何度も壊れるんだよ。他のシェルターにみんなを送ったら？満員だってさ。ここにいる人らは行くあてがないんだよ。暖かくして食事も出してるけど、この天気じゃね。僕にできることは？ああ、あるよ。公園にいる人たちの様子を見てきて。マネージャーは警戒されるんだ。任せて。終わったら休むんだよ。働きすぎ。はいはい、わかったよ。水道に何があったんだろう。誰か知ってるかな？家がちゃんとあるときは別に嫌じゃないよな。僕がやるよ。どうも、私はステフ、グロリアの彼女、フィーストのボランティア。ああ、元ボランティアか。うん、再開許可が下りないってグロリアに聞いた。おかしなくらい聞く耳持たないし、水漏れして1時間もしないうちに現れて建物閉鎖だよ。なんか私、陰謀論に毒されてる人みたいだね。そんなことないよ。
まあとにかくありがとうね。なんか怪しいな。聞き込みを続けよう。なんとかできるかも。でも雪の上に置いたらもっと、ほら手伝うよ。助かったよ、これで濡れずに済む。盗難の心配してた矢先に水浸しさ。ナイフも買ったってのに。どうしてナイフなんか。嗅ぎ回ってる奴らがいてな、追い返しても戻ってきてたんだが、水浸しになる直前に来なくなった。はあ、まあ何かあったら声かけて。ナイフの扱いには気をつけてよ。わかった、どうも。嗅ぎ回ってるなんて初めて。ほんと、職務怠慢。どうも。さっき市の職員の話してなかった？ええ、1ヶ月前かな。新しい給湯器を入れてね、検査官が来て問題ないって言ってたのに。このありさまよ。そっか、なんで気づかなかったんだろう。行かなきゃ、あったかくして。あなたも。今忙しい？スピードノナゴンの作業中。どうした？浸水前にフィーストを嗅ぎ回ってるやつがいて、そこに市の職員が超スピードで現れて建物を閉鎖して、しかも検査官によると水道管はそれまで問題なかったって。破壊工作かな。間違いない。スーツに着替えてくるよ。いいね。着替えなきゃ。別のシェルターにいたんだ。ここより広いけど、こっちの方が居心地いい。ああ、そこの話聞いたよ。水道管を。詰まってる。うえ、ゴミだ。破裂して当然。ゴミは片付いた。でも水が通ってないな。うん、直し方わかるぜ。ポンプ場探してみて。なんで知ってるの？昔、川のお掃除プロジェクトに参加した。道理で川ピカピカだよね。マシにはなったろ。ハドソン川には入んなよ。配電所でバトった奴らがいる。銀行強盗はわかるけど、なんでフィーストを狙うんだ？突き止めよう。また見かじめるを取るつもりか？
落ち着いたらそうなるだろう。まずはここいらをしっかり押さえなきゃな。そのためにここに来たんだ。さすがボスだぞ。ボスのおかげでうまくいくってやる。捕まんなきゃな。捕まっても口ワンじゃねえぞ。忠誠心ってやつだよ。せっかくの休みに排水溝のゴミ詰めやらされるとはな。マジでよ、一体誰の考えだ。施設を閉鎖させろって言われてトミーが思いついたんだ。下水処理やってたろ。下水トミー呼んでやろう。この町の冬と来たらここんとこ足の指の感覚がねえ。腹が鳴りまくりだ。飯持ってくりゃよかった。油断しちゃダメだよ。今日も元気にお勤めっと。川のお掃除屋さん、ポンプの圧力が赤いよ。バルブに細工したっぽいな。一個ずつリセットしなきゃポンプ使えないかも。さっきの話聞いた？ボスがハーレムで犯罪を企ててる。ドラッグにみかじめ料。おとなしく美味しいご飯と美術館を楽しんでくれてりゃいいのにな。スパイダーマンに関係ない質問。宿題のジェーンエアを呼び始めた？休みになってから一個も宿題やってない。面白いぞ。結婚のシーンまで読み終えたけどマジ止まんなくてさ。まさか今読んでるの？僕の手伝いは？ああ、いや、もちろん手伝いに集中する。このショーが終わったらな、5分だけ。ガンケ、寒いし、汚い。うえ、バルブ一つ目、あと二つ。圧力メーターがついてる。ってことは古そう。安定させないとまた水道管が破裂する。まだ高い。
ハイブにウェブっと。まだ危険。水圧下がるの待とう。水圧上げなきゃ。水圧上がるまでの辛抱。まだ低すぎ。もっと水圧を上げなきゃ。二つ目、あともう一つで水が戻るはず。うじゃうじゃいる。ボスはかなり切れ者だな。いつまで排水管見張ってりゃいいんだ。二度と誰も直しに来ないまでだよ。もう四度も直しに来たろ。トミー、お前のアイデアか。
ああ、下水の仕事してたからよ。どのパイプ壊しゃいいか知ってたんだ。ボビーがお前のことを下水トミーって呼んでたぜ。あ、くだらねえ。三流で終わってたのか。おい見ろ、こっちにウェブがあるぜ。出るぜ。音がしなかったか。早く年越したいぜ。ウェブだぞ。観光客が増えてたんまり稼げる。おい、奴がいるなら俺が仕留めてやる。後ろは任せない。で、どうする。痛い目見る前にさっさと消えな。次は圧力バルブ。これで治ったはず。ポンプ場に行って水を出してこよう。ガンケ、市役所に電話して。ビースト北支部に人を送って閉鎖を解除してもらうんだ。大人を装った高校生のそれっぽい電話一本ね。お任せ。悪党たち戻ってきた。あいつら倒さないと。See you some time。 ボスに面会しに行ったか。ほら無所によ。面会禁止だぜ。地下室のビデオ使わなきゃホストは連絡。ウェブカムはいいのか。知らねえのか大抵の。お年目の時間。楽ならな。ガンケ、あいつらの話だとボスはラフトにいるって。うわ、マジかよ。まあでも外部の手下との連絡手段を遮断できるからな。調べてみる。
よし、それじゃ水を出そう。